全然違うじゃん、さっきのバトルと。うわはい、こんにちは、まやちゃんねるまやはるです。はい、今日はこちらですね。うん、メタルファイトベイブレードのベイスタジアムスタンダードタイプとファントムオリオン BD です。はい、ということで前回のねメタルファイトベイブレードの動画の最後にファントムオリオンを購入しましたっていうお話したんですけれども、うん、それに追加して、メタルファイトベイブレード専用のスタジアムを購入しました。おお、スタンダードタイプってやつだね、うん、スタミナとバランスができるっていうスタジアムなんですね。すごっ、面白いね、うん、まあ、プレートが2枚入ってるみたいなですね、うん、それを切り替えるんだ、うん、じゃあ両方早速開けて組み立てていきましょう。はい、差し込む。これが外側のシールドみたいなやつね。そうなんです。このフェンスが厚紙なので、うん、ちょっと今回使うのはやめましょう。そうだね、本当はつけないといけないんだろうけど危なくてね、うん、開けましょうか。じゃあこれもステッカー貼ってきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりましたね、うん、まずこれがメタルフレームでコアでしょ、うん、で 4D クリアウィールでしょ、うん、でフェイス、うん、そして 4D ボトムですね。これにベアリングが入ってるんだね、うん、ベアリングドライブ。そうだね。じゃあこれでセットしてみよう。でフェイスをセットして、はい、 OK。 はい、ということで完成しました。こちらがファントムオリオンだね、うん、なるほどね。これちなみにスタミナモードです。このメタルフレームを反対か上下逆にすることでアタックモードにすることもできるみたい。おー、じゃあとりあえずこれで一回シュートしてみましょうか、うん、このナイトランチャー2でシュートしてみてね、うん、おーシュート。おーおー、面白い動きするね、うん、はい、じゃあ早速対決していきましょう、うん、私がファントムオリオン BD、 これでいきます、はい。僕がビッグワンペガシス。はい。3、2、1、5、お、どうだどうだ。ちょっと飛んでくる可能性あるから気をつけよう。気をつけようね。よし。ああ、音がいい。あれあれ。やばい。よし。うわあ。3、2、1、5、あれ、パパのちょっとシュートが良くないねこれね。また回転が弱い。おわすがすが。よし。おわおわ。3、2、1、5、あれ？なんかパパおかしくないこれ？そうだよ、おかしい。おかしいよね。おーっとやばい。よしよしよし。あーっと。いけるいけるいける。よし。じゃあアタックタイプにしてみた。アタックタイプ。3、2、1、よしよし頑張れ。おっと危ない。まあ、でもまだ生きてるまだ生きてるまだ生きてる。よし、いけ。やばいやばい。いけ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 。あーいかん。よし、じゃあ僕ダークボルフに変えます。3、2、1、いけ。ダークボルフ。あ、ちょっとパパが失敗しちゃってかな。いや大丈夫でしょ。これだとスタミナに持ち込まれたかな。いい音いい音。スタミナ持ち込めばこっちの勝ちだよ。あー、ダークゴルフ低い。低いね。下を狙ってくるな。下を狙って。ダークゴルフギザギザしてるからね。これで回転止めやすくなるんだろうな。あー、やばい。負ける。あ、負けちゃった。よし。僕はヘルケルベクスノーマルタイプに変えます。あ、そうそう。ね、ノーマルタイプ、このスタジアムだとちゃんとシュートできるんで。うん、はい、それで行ってください。3、2、1、ゴーシュート。ノーマルタイプだとやっぱちょっと強いかな。おっと、よし。あーんと、やばい、また負けそう。よし。はい、ということで今回はですねメタルファイトベイブレードのこの専用のスタジアムとこのファントムオーディオ BD で遊んでみたんですが、うん、ライトランチャー2、うん、これが良くないのか全然回んなかったです。そう、ダークボルフについてきたこのランチャーの方がよっぽど回る。そう、今ベイブレードバーストではねランチャーいっぱい出てるけど、うん、昔のメタルファイトベイブレードも出てたのかな。もしあの分かる方いらっしゃったらコメントで教えてください。はい、番外編でこのランチャー使って、うん、2つをシュートしてみたいなと思います。まずこれで、これはスタミナ多いからね。そうそうそう、まずこれで、この後ビッグバンペガシスを、あーなんかすごい、 あこれだよ、迫力ある。これこそメタルファイトの戦いなんだ。おー、すごいすごいすごい。あ、そうなんだね。あ、ファイナルドライブ。いや、こっちの方が迫
力ある。うわ面白い、これなんだ本来の戦いは。そうだね、マジか。ちょっと新しいランチャーが必要だこれは。そうだね。おおっと、これすげえ圧力ある。いや音もいいし、うん、全然違うじゃんさっきのバトルと。うわーすげえ迫力あんねー。全然違うね、全然違う、全く違う。うわうわはい、ということで番外編でございました。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。